県の背景を知るにはその土地の歴史を知ることが必要、ということで須磨学園、須磨の歴史百校歴史資料館というのがあります。ということで百校資料館妙高地川、妙高地川、杉並にもあったよな。妙高地川、こっちや。よいしょ。これ行って左かな。宿町っていうのかな、須磨区板宿町、板宿町、なんでだけどこんなところに資料館があるんだろう。なんかゆかりがあるんだろうな。古墳か何か。ああ、なんだ、あっちのバス停が近かったじゃん。ああ、グーグルちゃん、資料館はどこ？八幡神社、登山道、板宿、竹井、ここか、すみません、ちょっと待ってよ、こっちに行った方がいいのかな、
い匂い。あ、ここだ。武井宝光会百科資料館入り口。ここだな。入り口。あれ？あ、あれか。なんかプライベートなるじゃないだろうね。はあ、なんて書いた、武井って書いたの。あれ、ここだ。あ、お知らせ。夏季休館。なんだよ。されてないってことか、コロナウイルスにより、がっくり。まあ、武井さんの家、まあだから個人的な、なんか武井さんっていう人が、力を持っていたっていう、がっくりだよな。ふら、読んで休んでするか、もう一挙に行っちゃうか、名古屋に。原始古代から近現代史まで、財団法人武井宝光会。なんかでも宗教っぽい感じしない？関係してるんだ。まあなんせただもんじゃないぞってことね。はい、わかりました。あれか、妙法寺が、はい、終わり。